Chapter 5, Purgatory. じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの水木で、おそらくは100億の共犯。そして、遥はその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。 兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東条会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。 今どこだ？信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。え、ドン。え、ウィフ。え、ワックスウェイム。 Okay, whatever. Have a look. What? Nah, Anta. Harigami attaro. Shiyou genkin. ちゃんと見たか。じゃあ何されても文句ねえな。Really? Fine, I'll pay more. うせろ。こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はい。はい。ええ、そうです。 わかりました。通していいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュさん。もう身元が追われたのか。サイの河原だぜ、ここは。 Not want to fight him. Felt like a brick sheriff, man. Jeez. ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。 いらっしゃい。 ああ。 いらっしゃい。 バイ。 いらっしゃい。 I'll look what I can sell. いらっしゃい。ああ。
Yeah. They're complete. We're going to use pay them off. Stuff it off. Really nice placement. Kiryu Kazuma. Shushososo. あんたが才の花や。何の情報が欲しい?登場会の100億、それに、ユミと水木って姉妹の情報だ。報酬は?いくらかかるんだ?情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。 キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい。 10年前、堂島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか実のところ興味津々なんだ。それじゃ。だがただで情報をやったんじゃ他に示しがつかねえ。 俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。 そうだ。金の使い道を思いつかねえ金持ち。血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここは、サイの河原だ。サンズの川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。 Three fights, that's all. Kiryu. Iga Kiryu. Rule was the other good in Konga Gunakaneno Daijoda. So yes, to yet tomorrow. Jimmy got it. Jana. Jimmy Dictaka. Otto. Bukika Bongo Sobisterna. Matana.
準備できたか?おっと。Really? Alright then. Ready, some gentlemen! ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、道島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、キリュー・カズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルマン。さあ時間無制限ルールなし。ビッグショー You must die. You must not. Okay, one minute. Could really feel up the fight. どう副上司お好みはその日本語意味分かって使ってんのか無敵の極道隊無敗の地下王者注目の一戦今ゴングですすぐ終わらすねHold up!
無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。え、東条会の100億とユミとミズキって女の話だったな。東条会三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを西木山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は西木山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東条会は群雄割拠だ。三代目は死に、跡目もまだ決まってねえ。となれば、百億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で、共食いの泥沼、任侠が効いて呆れるぜ。百億を奪ったのはユミって女だ。こいつは、匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東条会で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで、水木の娘、遥かか。なんだって？東条会は水木の娘を探している。遥か今、俺と一緒にいるんだ。遥か。そうだったのか。おととい顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった。それがユミか水木ってことは。さあな。女の顔は見たが、俺にはそれがユミって女か水木って女かもわからねえ。得体のわからん奴とは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ。そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？Some secret lair he's got there, man. こいつ。驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前、警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ。奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？くそ。ボス、トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。
Where are you? Oh, I need to talk to him later. Do that now, screw it. はるかが分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。無駄にしても引っ掛んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。 なんだよ。どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。ペケトリープレジデント。フッ、ブラー、タイヤー、フッ、ブラー、タイ。 強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量は付けにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを 俺が告発したんだ。その後は知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、遥かさらったのは真島組のやつらだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。 後悔するね。クソ。
We're almost there.久しぶりやの。キルちゃん。わしゃ、嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える。本物の命張った喧嘩ができる。なあ、キルちゃんならわかるやろ?なあ。 笑いどころやないか。笑いや、これボケ。やめろ。ああ、遥かを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおるわ。 言うたやろ、キルちゃん。わしゃ、お前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気。大まじや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで、勝負や。 Right, I've got a funny feeling it's gonna be pretty difficult. 楽しもうやないか。行くぜ。はい、リングノール。くそ。 Yeah.
Ah, missed it. Oh, no, well. Pretty tough, that. Yappari, gotsui de omae wa. Sore de koso, Kiryu-chan. Mada mada. Iku de! Shouba tsuita. Haruka o kaise. Aho! Shine ya, Kiryu! おやじ、なんで？キルちゃんはな、俺の獲物や。この、ダメだ！こいつをやるのは、わしできないぜ！マジム！おやじ！おやじ！おい、救急車だ！早くしろや！ おじさん。はるか。怖かった。怖かったよ。遅くなったな、はるか。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。 縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。 お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ。お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い。お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう。 はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげて。ね。うん。大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。
そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか？ううん。大事に持ってなさいって、これには、100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ！言ってみただけだ。はるか、そのおじさん、顔は覚えてるか？真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんに、ペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？うん。何者なんだ、一体。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか、事件の中心に置かれていたってことだ。誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな！なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万、どうしても用意してって言ったのはお前だろうが！俺のやり方が気に食わねえって言うなら、お前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや！何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ！バカ野郎！てめえ、恩を後で返す気か？すいません、本当にすいません！この詫びは、縁故でも詰めて！いらねえよ！てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が、一体何の役に立つって言うんだ！ああ！すいません。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 たく、風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で、親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます！ありがとうございます！キリュウならこんなことには。まあ、とにかくしっかりやってくれ。